肝臓肝臓属は地中海地方、小アジア、ロシア南部、中央アジア、中国北部、北、アメリカなどに自生する豆科の多年草で18種が知られている。薬用植物であり、根を乾燥させたものを木薬として用いる。アメリカ肝臓小薬の肝臓はそのまま、またはエキスや粉末を甘味料として用いる。甘味成分としてはグリッチルリチン。 ブドウ糖、諸糖などが含まれる。醤油の甘味料として使われる。独特の薬臭い後期があるため、甘味料としては使い方に注意する必要があるが、欧米ではリコリス菓子やルートビアと呼ばれるソフトドリンク、リキュールの原料として盛んに利用されている。グリチルリチンの甘みは砂糖の150倍もあり低カロリーなため、欧米では 肝臓は健康的な食品添加物と認識されているが、ニセアルドステロン症などの副作用を生じることがある。肝臓の栽培は日本では300年以上前から行われており、江戸時代には山梨県甲州市の肝臓屋敷や江戸の小石川500円で栽培されていた。現在は輸入品の方が安いため、ほぼ100%を中国、 旧ソ連やアフガニスタンなどからの輸入に頼っているが、グリチルリチンの含有量が一定でなく、乱獲による絶滅が懸念されているため、2008年度から佐賀県玄海町と九州大学の協力により、再び国産栽培が試みられることになった。2010年10月28日、ゼネコンの鹿島建設は、千葉大学、独立行政法人医薬基盤研究所との 共同開発で水耕栽培による大量生産システムの開発に成功したと発表した。肥料の入った水で栽培すると根が太くなりにくいのが課題だったが、この栽培法では1年から1年半程度にまで短縮を実現した。2010年12月5日、三菱出資が日本国内で初めて本格的な商業生産に着手することを発表。 数年後には、国内需要の全量を賄う規模まで拡大し、中国への輸出も検討するとしている。2011年の東日本大震災の津波により、被災した宮城県岩沼市の農地での肝臓栽培が、試みられており、同市の海水が浸水した農地で育てた肝臓は、浸水していない土地で栽培したものよりも葉、地下系ともに成長が良くなることが報道された。 独立行政法人医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部は2012年に独自開発した国内栽培用品種の育病に成功し2014年7月に国に種苗登録申請を行った漢方薬に広範囲にわたって用いられる木薬であり日本国内で発売されている漢方薬の約7割に用いられている 漢方薬は一般的に複数の木薬をあらかじめ組み合わせた包材を、さすが、肝臓油という肝臓のみを用いた漢方では、珍しい単味の処方のものがある。日本薬局方においては、ウラル肝臓、またはスペイン肝臓の肝臓が、起源植物とされており、クリチルリチン2.5%以上を含むと、規定されている。生薬として、漢方では緩和作用。 止め活作用があるとされている。各種の気薬を緩和、調和する目的で、多数の漢方法剤に配合されている。このため、漢方では最も基本的な薬草の一つと考えられており、国老とも称された。安中産、四君こゆ、十全大補道人参湯など、多数の漢方法剤に使われる。また、肝臓だけで肝臓湯という処方もあり、喉の痛みや、 咳を沈める効果があるとされる。グリチルリチンは肝機能障害、アレルギーに有効であるとされ、内服薬あるいは輸液に製剤化されている。グリチルリチンを下水分解して得たグリチルレチンは、その消炎作用から目薬としても用いられている。グリチルリチンやその他の肝臓から得られる物質は消炎作用や美白の効果を持ち、医薬のみならず、 化粧品や薬部外品の原料としても重要である。肝臓はドイツのビュルツブルグ大学や WWF などの審査によって2012年の薬用植物に選ばれた。ビュルツブルグ大学の薬用植物学士の専門家、ヨハネスメイヤー教授は肝臓は咳や喉の痛みを瞬時に和らげることができる特別な植物である。はるか昔、古代ギリシャや古代エジプトから 医者は咳や濃い枯れや喘息の治療に肝臓を用いてきたと述べた。かつてデザイナーフーズ計画のピラミッドで一群に属しており、キャベツと共に最上位に属するニンニクに次いで高いがん予防効果のある食材であると位置づけられていた。副作用種成分のグリッチルリッチンには低下流無血症や血圧上昇、不傷などの副作用が知られており、 一時に多量に用いてはならない1日の上限値はグリチルリチン 300mg とされる。ありがとうございます。